チュン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 さあ、ホライゾンは殺し行く。さあ、壁ちゃんからの、バニホーからの、バニホーストレイフからの、3150点だよ。最高。はい、おはまるの、しょうまるセブンでございます。ここはね、万年マスター君のね、コーチングしていこうと思います。では、技高評価、よろんスタート。はい、やります。万年マスターの僕でーす。認定戦ですが、相手を天才頭脳を使って敵を倒しまくったよ。理解を超越したプレイで参考にならないかもしれないけど、参考になったら最高です。よろしく、ジャストのことですね。いいでしょう。じゃあ、まずはジャンプマスターで見ていこうと思います。ジャンプマスターはこの方ですね。こんにちは。はい、こんにちは。バケツ見て。はい、左行ってねえってことで、突っ込んでいく。さあ、ワンパク来てるわ。どうするんだ。さあ、さあ。ことお、これ反らしてくれましたね。ってことで、安全に、安全に降りられます。仕上がったらー、素晴らしいですねー。さあ、本日は PC キーモンの方ですかね。さあ、現在の武器はプララモザン。さあ、そして味方がちょっと先行して撃ち合ってるようですね。さあ、どうする。まあ、とりあえず、突っ込む。さあ、ただスモークあるので、即突っ込んでいく。さあ、右の確認して、右にいないことを確認しての、この突。どんどんこっち。さあ、これは体力よりなんで、容易で倒す。さあ、これどうすんだ。さあ、相手逃げようとするが、逃げれない。うん、なるほどですね。さあ、さあ、これは？さあ、これ風船をバルキリー乗るぞと勘違いしていく。さあ、ファイヤーカッツ！これはお試し。さあ、そこまでダメじゃないね。さあ、これは逃すか？まあ、逃してもいいかもしれないですね。ただ、ライフラインですね。そうなんですよ。今シーズンね、サポートキャラが一人でもね、いるとですね、誰でもいいからバナー作れちゃうんでね、できれば殺していきたかったっすね。はい。まあいいでしょう。いつでもあいつら殺せるということで。ちょっとバッグの中見ましょうか。おバッテリーはないですね。そうですね。これ、どんまいですね。まあこんな感じになってますね。まあローバーがいるんで弾が拾えるからね、まあいらないですね、あんまり。まあ一応バッテリーがないのでね、まあセルちょっと多めと、フェミキー持ってる感じかな。まああとこんなんですね。バランスはいいですね。はい。あとそうですね。まあモバレス持ってるんだけど、これね、味方がね、モバレス持ってないので、一人はね、持った方がいいんですよね、これ。復活できるし、サポート機ありますしね。あと最終はね、遮蔽になるし、いいとこ尽くしでございますね。はい。さあ一応クラフトしてバッテリーは補給完了。さあ武器がリピーター、ピースキーパーになってますね。そしてね、これで弾を捨てる。さあ、通してんのか？なんか柱立ってますね。さあ、右側から撃たれた。ノット？あ、蘇生してますね。ってことで、これ蘇生と右が違うかもしんないですね。さすがに別場だと思うんですよ。そうですね。別場の可能性高そうですね。なので、一旦、上空が分からずに引いていく。そう。無理しなくていい、あれは。分からないからね。2パイいたら負けちゃうから、行かなくていいです。ってことで、ここ、安牌ですね。いいですね。ファイヤーカッツ！さあ、これ撃っちゃってますね。まあ、おそらく2パイいた可能性が高そうですね。いい引きでしたね。はい。さあ、ただ一応撃ち合ってるし、お、そのピンから、チュンチュンしようかなという考えでしょうか？いいですね。さあ、左の確認もしていく。そうですね。まあ、刑事側も一応警戒ですね。さあ、残り14部隊。さあ、後ろ飛んできたよ。あ、なんだこいつら。さあ、一応相手は振りポジですかね。まあ、こちらは屋根取れば撃てる。さあ、奥に抜けた。さあ、ただ。さあ、一人ちょっと届かなそうですね。さあ、これは大チャンス。ドレーアーどうせちょっと遠ぶいちゃうかった、最低。しかもちょっとケージからも撃たれてますね。これ、ボコボコですね。さあ、活気入れていく。さあ、ちょっと、さあ、サクッと漁って。さあ、一応ここで警戒しなきゃいけないことがね、先ほどね、マップの上側ですよね。で、撃ち合ってた人たち。あとは回収しに来る人の警戒ですかね。さあ、一応、銃声マナするんで、ちょっと撃ちたいという場面。で、削ってるパーティーに関しては、まあ、撃ち合いには来ないはずなんで、まあ、ある程度無視ですね。はい。撃っちゃってんだけど、こっち。やばいな。さあ、これはちょっとログも流れてそうなので、の次に行け。
チュン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 さあホライゾンは殺していく。さあ先ほどの回収の警戒ですね、こちらは。うん、まあただ相手ライフラインだったかな。まあどうせバナー作られるんでね、まあほぼ意味ないですね。さあ殺していく。チュンチュンチュン、リピーターが強い、リピーターが強いんじゃない、この人が強いんだこのゲーム。うん、強っ、マジか。さあただロングボールチュンチュンされるので、あともう魚触れないんでね、ここは。めっちゃ強いな、やばいな。あ、そうですね。もう支給判断。取り手が一番強いと思うけど。リピーターあるな、これ。いいですね。そうですね、一応ケージ側もいたしね。まあもうアンチのことも考えてのこの移動。さあ、弾の補給して。終わり。ナイスね。めっちゃ強い。おー、なんだこいつ、チュン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 、当たらない。なんで当てろよお前な。さあこれをどうする。さあこれはアンチに行きたいのでウルトを使って高速移動ですね。いいですね。まあウルトはねすぐたまるし、まあいいんじゃないでしょうか。さああとどのポジションに行くか。あ、一応、ハイドの警戒してますね。そうですね。今のパイプの上とかね、いることがあるんでね。そう、あと、ここの上とかね、いるかもしんないんでね。よく見てますね。そうなんですよ。先ほどね、生き残ったハイド部隊がいるかもしんないんでね。あ、まあいいでしょう。あ、さあ、これはダムに入って、ちょっと見つけましたね。シネバラ！シネバラ！ホライゾンのことですね。はい。さあ、早々に赤は進化させていく。さあ、ちょっと見てるか？ああ、判定外ですかね。うん。さあ、さらに別が来たぞ。反対つ。さあ、同じパーティーかな？撃たれてないということで。さあ、アンチは一応ダム入ってますね。さあ、一応、ここは、まあ、固まっててもいいし、まあ、展開してもいいんですが、まあ、全くちょっと逃げられるキャラではないので、ちょっと難しいか。さあ、ここで展開を考えて。そうですね。索敵して、まあ、いないので、いないうちは行こうかなという考えか。いいですね。さあ、警戒して。そうですね。すべての、今ね、リパルさんの上全部確認したんですよ、今のね。はい、この人。素晴らしいですね。で、危険なポジションなんですが、射線とこ、あ、索敵ですね。素晴らしいですね。さあ、敵が来るまではちょっと撃ってやろうかなという考え。チュン、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 ファイヤーカツ！チュン、チュン、チュン、チュン。あ、そうですね。ちょこちょこ後ろの確認必要ですね、これね。来た瞬間に放火されて死んでね。チュンチュンチュン。さあ、チラチラ見ていく。警戒できてますよ。いいですよ。さあ、ただ、ちょっと別パカを撃たれそうか？ファイヤー貫通！チュンチュンチュン！ワイヤーだー！さあ、滑稽流体。滑稽流体がちょっと射線的に厳しい。さあ、しかし、キンヘルファイア貫通なんでね、これありますよ。あ、出てきた、出てきた、出てきた。あーっと、やってしまったー。さあ、これで残り右はね、ホライゾンと、あいつっすね。はい、登るやつ。なんで、サポーターもいないですね。そう、サポートいないって分かったら、蘇生のね、まあ、可能性、だいぶ少なくなりますね。はい。思ってたら終わりますけど。まあ、一応、バナーの回収できますね。はい、すいませんね。さあ、当たってますね。チチチチチチチ。さあ、一応レブラントもチラチラ顔出してくる。さあ、後ろの確認は怠らない。弾無限なんだよ。そう、ローバーなんで弾無限ですね。さあ、あれ別場ですね。さあ、これですが、3人確認できましたね。さあ、ここでどうするか。わかりますか？どうするか。左のこれカバーしたのに。そうなんですよ。あ、マジか。左のカバーというか、これ、右を助けるような動きするんだよね。左の切り取れたらでかいから、左行くといいこれ。そうなんですよ。そう、左が有利なんで、左から殺していくんですよね。右はもう人数不利確定してるんで。さあ、これは撃たない。そう、左を撃つんだよ。そうそうそう。あくまで右は生かしておく。で、左をいじめ続けて、時間稼いで、まあ、ワンキル取るなり、アンチに飲まれて、まあ、死ぬことをね、ちょっとね、目論んでますよ、これね。バカ、右撃つ。バカ、右撃つ！味方！じゃあ、レバートルド！さあ、これはちゃんと壊さないよ。チュン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 、うわ、当たらない当たらない当たらない、ファイヤーガッツー、死ね左、死ね左、死ね左、ファイヤー。さあ、チラチラ後ろ見て。さあ、これは撃たない。右は絶対撃たない。さあ、左ダウンしている。
右は打たねえんすわ、ここでな。そうあるんです。するんで、さあこの時点でカッキルが入れば人数振りっすね、両方。はい、2人だ。はい、右の方が有利になったね、右打つ。しかしこれカッキル痛い先に。いやーちょっと入らないか、どうだ。いやー貫通できず。さあ後ろの警戒を怠らない。さあちょっとヒューズのカッキル難しいか、腕も届かないですからね。あ、蘇生する蘇生する。いや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 、さあ誰だあいつは、誰だあいつは。あーっと起こしいった。あーマジか。あーっと当たらない。ちょっとこれは蘇生されてしまったか。チェンチェン。さあしかしあと1分間ぐらいちょっと時間稼がなきゃいけないんで、ね、難しいっすね。さあ後ろの警戒を怠らない。さあ蘇生されちゃったかなこれは。うん、いやしかし蘇生でかなり時間使ってますんで、ね、左の人結構苦しいんじゃないか。バルキリーもいなかったと思うんでね、相手終わってますね。さあ蘇生されてしまった、これ困りましたね。右3人左2人か3人、ちょっとジーブのカッキルは分かんないですね。さあすかさずホライゾン突っ込んでいくか。さあとりあえず蘇生者は、おっと降りてきた。しかしなんだこのポジション、ナイスだ。さあこれはカッキル入れて人数振り確定させましょうね。いいですね。さあ別パ来ました、別パが来たんで、もうちょっとこのやりはきついですね。さあそちらでもいることは確定。そして一応ジップラインを渡ってくるところみたい。ファイヤー貫通下がらせ。一応家側の車線は切りつつ覗いてる感じですかね。いいですね。下にいたか今。そうですね、今バルキーが飛んできたところからの車線は切る。いいですね。さあ地面歩いてるぞ、チュンチュンチュン。兄弟ヒューズ。チュン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 。当たんない。さあ3人パーティーの方ちょっと気になりますけども、ちょっと見えないか。おお、バルキルドと見せかける。さあしかしこれは乗れないんじゃないか、さすがに。ファイヤー、あこれ裏技っすね。はい、さあしかし自分でファイヤー食らってしまったぞ。ファイヤーダーン、自爆マザーロードナウ。さああと1人かな下は。あ、しかしレースでしたねこれ。ああ降りてはいけない。落ち着け。さあ一応カード使っていく。まあこれはですね、足滑らしましたね。はい、さあとりあえず漁っていく。さあ一応もう終盤なんで、まあリピーターはもう卒業ですかね。そうですね、うん、もういらないですね。さあこれ救急に変えていく、いい判断でございますね。ただちょっとグレがなかったですね。さあエルスターは目の前にある。さあ残りはグレー、そしてグレー。いいですね。そうなんですよ、最終はもうグレーなんですよこのゲーム。さあもう一個出してきたぞ。あしかし一旦索敵ですね。さあ確定してるのかどうだ。目の前とさっきは左の家側にいましたけども、さあ予想できない一応真下ですかね、この家と家の間の下。え、なんだダメだろ、マジ言ってる。さあ万年マサ君大攻撃枠が出てます。おっとこれは索敵。そうですね、もうワンパンエッジがちょっと予想できないんでね。さあ見えませんねこれは。これはどこだ、多分真ん中のカプセルがいるんだよ下の。おお、そういう予想ですか。うん、さあただ裏側から行ってね、これね一人で打ち合うことだったらクソなんで。そう壁を使いながら見ましょうね。そうすぐ引ける位置で見る。あ、分かった、真ん中のカプセルと外側だ。なるほどですね、そこしかないよ。どこの外側か知らないけどね。はい、こっちこっち、はいこっち、目の前なんですよね最終。結局ねポジ取りなんすか。そうあのポジションダンスよ結局最終は。さあこれはファイヤー貫通。おお燃えてますよ。さあ索敵するがちょっと見当たらない。あただ相手ロングボーですね。
ロングボールに対してはあんまり変わらさない。まあ、すぐ引ける位置で打つぐらいだったらいいけど。うん。またちょっとバリスティックの覗き方あれ危ないね。ロング鬼に圧で起点作られちゃうから。そうなんですよ。ロング鬼に圧でヘッションもらったらもう終わりなんですよ、このゲーム。はい。なんで、もう顔を出さないことですね。これはもう。そう、自分の武器見よう。99でこの距離、まあ、200入ることないんで。まあ、普通だったら50ぐらい。俺はダメージ受けないけど、味方がクラカンされる。そうなんですよ。ロングボー一発分でも余裕で負けちゃうんですよ、ね。ダメージで。簡単なんですよ。顔を出さないこと。顔を出さないこと、そうなんですよ。顔を出さなくていいんだよ。そう、起点を作らせないんだよ。待ってるのは有利なんだから、これ行かなくていいんだよ。何もしなくていい。待ってるだけで有利になるから。撃たれてること。相手の武器考えたらかんけど、ロングボーや。怖いよ。スカピン2発とか、決勝もらったら終わりだからね。おー、語るね、この人ね。万年マサ君。うん。ここにいたのか。あ、家の裏がいましたね。じゃあ家の裏と家の中とこれ真下ですかね、ほぼほぼ。さあこれは撃っちゃってるのね。すかさず突っ込んでいく。さあ残り3部隊ダウンはしてそうか。ブラハダウンしてますね。さあ2部隊あと明日ですね。はい、今風船が来たんで確定です。さあ3人目だよ。さあバレスからバレスから、そうバレスからそうですね。風船は無視。さあフォーカスがっているぞ。いっぱいよさあ、壁ちゃんからの、バニホーからの、バニホーストレーフからの、エアストレーフからの、バニストレーフ。うーしまったな母ちゃんいんだよ。そうですね、この方なんですけどもね、とっても強いですね。はい。プレータにいけるんじゃないかな、この人。実力だったら。ちょっと時間がこれしてなさそうなんですよね。はい。ちょっと別ゲーばっかってね、はい。まあ、立ち回りとか考えとかものすごーく良かったと思いますね。はい。この動画で点数つけるんだったら、3150点だよ。最高。はい。あ、今日の動画は以上でございます。何か意見や質問がございましたらコメント欄にください。あとね、コーチングでは画面に書いてあることしっかり読んでから送ってきてください。じゃあ、お疲れチャース。あ、登録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